ヌルハチウス、またはヌルハキウスは中世大白亜紀前期に生息していた翼竜の一種。現在の中華人民共和国、遼寧省より発見された。俗名は、真の初代皇帝、ヌルハチに由来する。大きさは、翼海峡2.4から2.5メートルほどと推測される。イステオダクテルス類のズマイ。C がヌルハチウス。A。 エスチャダクティラス・ラタデンズ・エスチャダクティラス・シネンシス・アナーキアス・イグナチオブリトワー発掘地は中華、人民共和国の遼寧省朝日市にある、前期白亜紀、バレミアンカラープチアンの地層。不完全な頭蓋と骨格により記載された。ホロタイプ標本は、アイボップ V-13288。頭蓋の長さは 315mm ほどであり。 完全な状態でも3 3 0ト、mm、ルほどであったと思われる。微前眼科窓が特に大きく、頭蓋腸の約58%を占める。全体的にイギリスの同時代の地層で発掘されたイスティオダクティルスに似るが頭蓋の高さが小さく、頬骨などにも違いが見られる。またよく湾曲した歯が顎の先端に並ぶ。歯の数は上顎に28。 下顎に26。体幹の骨格は、頸椎や暴ら骨などいくつかの部分を除いてよく、見つかっている。分類学上、現在のところ未整理の階級。階級未定の分類群、以下同様。翼流では、外尾孔と前眼かまどが二次的に一体化し、微前眼かまどとなる。シャリワンワケルナー、AWA、ジョジョンハ、アンドレ、アルメーダ・カンポス。 D. テレスはダイバーシティファネルターンオーバーインクラテーショステレストリアルイーコシストムズインチャイナネイチャー437 875から879ありがとうございます